京トラッシュ。皆さんこんにちは、東京トラッシュです。本日のゲストはストライプインターナショナルの石川康春さんです。石川さん、どうも今日はお忙しい中本当にありがとうございます。よろしくお願いします。なんかもう本当にお忙しそうですね。いやいや、もう暇です。いや、またまたそしてご本が出版されたということで、はい、おめでとうございます。早速拝読させていただきましたけれども、はい、本当に石川さん の、うん、言葉がそのままこう中に入ってくるような、ある意味読みやすい、うん、そしてなんかポイントが全部挙げてあって、大学院の授業のような一面もあるようなご本でした、はい、でこれはお書きになるきっかけというのは何かあったんですか？そうですね、雑誌の連載をしてまして。なるほどなるほど。で出版社の方から2年ぐらい経った時にその連載の部分をね、本にしてみないかってことで、もう今までの2年間の連載がギュッとまとまった本になってます。多分社員の皆さんはいつも の石川さんの言葉がここに書かれているような感じで、こう訓話とかそういう時にいろいろ聞いてたこともあると思いますけれども、はい、私なんかはやっぱりちょっと学生さんとかですね、うん、若い方にとってもいい本だなというイメージが、うんうん、もちろんビジネスマンの皆様にもそうですけれども、はい、なんか若い方にとても刺激があるなというふうに感じました、うん。で間もなくもう岡山芸術交流の2019が始まるわけですけれども、はいはい、今回は前回となんか違ったところっていうのはあるんでしょうか？まず芸術監督が今回フランス人のピエール・ユーグになりました、はい、で前回はイギリス人のリアム・ギリックだったんですけども、はい、全くそのアプローチが変わってまして、で今回のピエール・ユーグは、まあ、一言で言うと科学、うん、で科学とアート、まあ、このかつてその、まあ、例えばドイツのドキュメンタであるとかベネスビエンナーレとかでもう見たことがないような、うん、科学を使った現代美術のアプローチになると思います。前回の、まあ、いい面悪い面みたいなことは、うん、やっぱり総括されて、うん、そこで何か改善するようなこともあったんですか？そうですね、まあ、アートに関しては国際的に評価をいただきましたので、うん、大きく改善大きくアップデートすることというのはないんですけども、例えばそのボランティアスタッフにおいては、まあ、前回企業ボランティアが200名で運営してましたけども、今回は市民ボランティア企業ボランティアを合わせてですね、はい、500人を超えるような、はい、運営体制になってますし、前回もっともっと子どもたちに見ていただきたいなと思って、校長先生の会の校長会であるとか、うん、教育委員会だとか、はい、まあ、様々なところの働きかけたんですけども、もうなんせその1年半しか準備期間がなかったものですから、うん、まあ、学校 の、 そのいわゆる見学コースを作るにあたってもなかなか半年前でお願いしても作れないんですね、うん、なるほど。なので、まあ、前回約30校ぐらいの小学校の参加だったんですけども、まあ、今回は70校を超える小学生の見学が来ることになってますので、子どもたちに現代アートを見せてですね、より想像力を高めていく、そういう見学コースが作れたってことは、その地元の子どもたちの想像力育成においてもかなり貢献できるんじゃないかなというふうに思っています。いや、素晴らしいですね。で、ご本の中にもあったんですけれども、前回の芸術交流の時に、はい、アーティストの皆さんが集まれるようなカフェがあったり、うん、そうですね、それからチケット、コーヒーチケットがあったりっていうのは、はい、もう私は本当に感動しまして、はい、もともと私も仕事を始める、まあ、動機というのは、うんうん、アーティストを応援したいというような気持ちで、うん、まあ、自称現代アートのチアリーダーなんですけれども、はい、アーティストがやっぱり一番でなければなかなか成り立たないものだったりするわけですよね、はい、その点においてやっぱり石川さんがそのアーティストをとても大事にしていらっしゃることは、うん、本当に素晴らしいことだと感激いたしました。でそのアーティストの皆さんがやっぱり岡山に行きたくなる、うん、岡山がすごくいい思い出になったっていうのは、うん、作品のクオリティもさることながら、うん、また行きたいなっていう、うん、そういうのすごくいいですよね。そうですね、さまざまな芸術祭に参加しているアーティストからすると、初めて行った国で食べる場所もわからない、酒を飲み行く場所もわからない、うん、遊び場もわからない状態で放置されるっていうのがほとんどなんですね、うん、いや本当そうなんですよ実際に。で岡山芸術交流は、まあ、石川財団が、はい、まあ、中心にやってますけども、自分が立ち上げた財団の一つのまあ、概念というか最も大事にしている概念の中にアーティストファーストという概念があります、うん、
でこれ逆を返すと、いや市民ファーストじゃないんだっていうことにもなるんですけども、あのアーティストが充実していい作品が展示できて、でそのアーティストがまた世界中の影響力のある人に岡山は良かったと言ってくれることが最終的に市民の便益になるというのを思ってますので、本当にそうだと思いますね、はい、あのアーティストってあの意外にパワーのようなものが表に出ないですけれども、ねええ、実際には世界中のアーティストがとてもそういうパワーを持っていて、あのつながりがかなりあると思いますね、ありますよね、影響力もあると思います、うん、で実際にあの岡山に足を運んで制作するっていうのも一つ大きくあって、物だけ持ってくるってことは違いますよ ね、 すね、あのかなりインスタレーションで、うん、あの2週間3週間前から入ってですね、あの制作もしてもらってるんですけども、その過程の中にですね、この、 あのロバタ焼き屋さんで、うん、あの美味しい日本食を食べてもらうとか、うん、このカフェであのエスプレッソを飲んでもらうとか、この寿司屋で寿司を食ってもらうとか、岡山のお寿司美味しいですよね、あの岡山瀬戸内が近いですからなのでそのアーティストをしっかりそのまあ食の文化においても、また少しこうリラックスできるような場所においても、ちゃんと石川ファンデーションがナビゲーションしてあげるっていうことが、アーティストがより岡山芸術交流のファンになってくれることだと思いますし、岡山っていう街をあの様々な都市に行くアーティストが、あの街はいいっていうことを言ってくれるきっかけになると思うんですね。本当に大きいと思います、はい、っていうのはどことは言えないんですけども、うん、あのアーティストがですね、あの私の知ってるアシスタントがついて、何々さんファーストネームで例えばジョンさん、はい、今日はお疲れ様でしたって言ったらね、うん、その人はちゃんと呼ばれてきて、うん、あのちゃんといい作品を作ったけど、うん、名前すら覚えてもらえなかったっていうことがあってなんか流れたっていう話を聞いて、やっぱりこうなんでしょう、一人一人まであの手あのケアができなかったりとか、はい、やっぱり正直言いまして、アーティストに対するこうリスペクトが感じられないような芸術祭が、うん、そうですね、数で増えてしまってるんですよね。あの、まあ、地域アートによって、うん、あの行政がかなり介入して、うん、あのアートであの村おこし、あの人あの、まあ、いわゆる集客を使った地域経済とか村おこしとか、はい、そういう視点でアートが使われすぎてて、うん、例えばまあ市議会議員なんかが温度取りながらやってくるとそうそうそう、なんか人が集まるか集まらないかに視点がいって、そうですね、でアーティストがどういうアプローチでどういう概念を伝えたいのかっていうのはもうないがしろにされるってことが本当そうです、多いんですよね、はい、なので僕たちはこう地域アートと言われるようなさまざまな芸術祭とはちょっと一線をあの取ってですね、はい、あのしっかりそのアーティストに向き合うあの芸術、まあ、芸術祭ってことはもう実は嫌いで、はい、あの僕たちはあの、まあ、あの現代美術 の、 あの展覧会っていうふうに呼んでますので、はい、あのまあ芸術祭っていうお祭りとは違うポジションを取っていきたいなっていうのを思ってます、うん、なるほど、はい、それとですね、例えば岡山芸術交流がまあ今年開催ですけれども、はい、来年はまあオリンピック・パラリンピックというのがそうです、ね、あの待っていまして、はい、で石川さんといえばもうマラソンもテニスも何でもっていう感じですが、はい、スポーツマンでもいらっしゃいます。いえいえ、でオリンピックに対しては何か思ってらっしゃることとかありますか。うん、そうですね、やはりまあ日本を見せつける絶好の機会だと思っています、うん、でもちろん食文化とかおもてなしの文化だとか、まあ、日本にはさまざまな素晴らしい建築もありますし、あの、まあ、例えば名和さんの作品であるとか、うん、小泉さんの作品であるとか、はい、杉本さんの作品だとか、あのたくさん、まあ、犬島だとか直島に行けばあると思うんですけども、なので、まあ、東京だけでインバウンドの人が楽しむっていうことではなくて、東京と京都、東京と瀬戸内、東京と福岡って形で何かその東京をマグネットにしながらも、さまざまな地域にインバウンドの人が広がって、あの地方の魅力があのオリンピックをまあ介してですね伝わればいいなっていうことと、やはりその文化っていう概念の中に、はい、あのスポーツもあの僕は一つだと思いますけども、芸術も一つだと思いますので、スポーツと芸術がこう相重なり合いながらですね、うん、日本の魅力をオリンピックを介して発信できたらいいなというふうに思っています、うん、あとやっぱりそのもう一つ、まあ、スポーツマンでもあるアートもお好き、こう素晴らしいんですけど、社員愛にも溢れてますよね石川さんのご本の中にもたくさん出てきますけれども、あのスタッフをとても大事にしてらっしゃいます、うん、僕たちはあの小売や、うん、あのいわゆる、まあ、リテールをやってる会社なので、あのお客様を喜ばせたいという思いが一番強いんですよね、うん、でもその先にあるものっていうのはその社員満足があってこそお客様満足だっていう考え方なので、まあ言い方を変えると社員が残業だらけで疲れている、まあ社員がやる気がなくて
楽しい仕事がなくて病んでる、うん、そんな気持ちの中でお客様を本当に喜ばせれるのかっていうのがあるので、うん、まあ、当社の店頭を見て当社のスタッフの顔を見れば当社のさまざまな制度がいいか悪いかっていうことが多分お客様にも伝わると思ってるんですね、うん、例えば120日近く休日があったりとか、はい、週休2日プラス1週間以上連休を取れるような日が何日もあったりとか、あと我々の場合今8時間しか月間残業時間がないので、おー、そうなんですね。大体1日15分ぐらいしかないんですよね。なので、すごく働きやすい職場を作れたことによって、従業員も睡眠時間もしっかりありますし、6時7時からアフター6アフター7ということで町にもまたいろんな異業種の人との交流もできますし、社員満足を特化していくことがお客さん満足につながって、お客様満足を究極に追求していくことが会社の利益にもつながると思ってますので、まずその一丁目一番地は社員満足だっていうのが僕の25年間やってきたことですね。で、そういう方、そういう職場だからこそいい人材がやっぱり、手を挙げるでしょうし、おかげさまで、アパレルを志す学生の中で人気企業ランキングで、3年連続1位をいただいていて、実は7年ぐらい前は猛烈文化でベンチャー的なマインドで、はい、非常にこうブラックな働き方をしてた時期もあったんですけども、もう近年3年間はもう残業もなく休みも多く、でまた社員がやりたいような新規事業を会社がどんどん受け入れていくような体制を作りましたので、その OGOB 訪問が来てもですね、いやうちの会社いい会社だよってことで先輩が言ってくれるので、今の時代もいくら人事部がねセミナーでかっこいいこと言っても SNS でバレる時代なので確かにそうですよね。本当にいい会社じゃないと、もう経営者がいくらいいこと言おうが人事部がいくらいいこと言おうがすぐバレますので、まず本当にいい会社を作ることがたくさん の交流が人が集まらないっていう状況の中でもたくさんちょっともう取り切れないぐらい応募が来てるっていうのは本当に現場の入社1年生2年生の子たちがいい会社に入れたなっていう実感をしてくれてるっていうのが一番嬉しいことだなっていうのを思います。ちょっとやっぱりこう何でしょう、世の中にはちょっと暗いニュースもあるし、はい、それからなんかすごいこう短絡的に怒ったり怒りがあったりする、それで訳もなく八つ当たりとかそういうのってやっぱり、私なんかも目にすることあるんですけど、はい、そうすると私はアシスタントに、家庭がうまくいってないんじゃないだろうかという言い方をしているんですね。でもそれもあるでしょうね。なんかそのイライラ度がなんかこう、はい、昔はあんまりそういうことは世の中全体ではねもっとおっとりしてる民族だったように思うんですけどね、なんかイライラしてますよね。やっぱりその文化に関わるようなゆとりというものが、どこかで日本人になくなってきてるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり先進国で食べるものに困らないとか生きていくのになんとか、少ないお金の中でもやりくりできるっていうような先進国の場合、多くの国がゆとり、いわゆる文化を見るとか文化に関わるっていうことのフェーズに入っていくんですけども、近年そのいろんなこう幼児虐待とかですね、いろんなこう親 その余裕のなさみたいなものとか、先生が子供に当たってみたりとか親が子供に当たってみたりとか上司がもう異常にこう部下に DV だったりとか、メディアと世論のこう激突とかですね、いろんなことを見てると、もっともっと日本が豊かな心豊かな国になって、その文化をリスペクトするようになって、でその週末にこう文化に少しでもお茶でもいいですし、華道でも茶道でも近代美術でも現代美術でもいいんですけども、文化に触れるようなゆとり、心のゆとりというものができてくると、もっとそのさまざまな人たちの争いというものがなくなってくるんじゃないかなというふうに思いますね。いや本当そうですよね、はい、なんかやっぱり一つこう呼吸を置いて一呼吸を置いて何か考えてほしいとかそういう時にきっと芸術っていうのはとても大事なものになってくるのかなというふうに思います。学生でも社会人でも経営者でも、みんないろんな課題を持っていて、それをこう、ソリューションしていかなきゃいけないんですけども、やっぱりがむしゃらに部活動を頑張るとか、がむしゃらに仕事を頑張るとか、夜な夜な経営者が家に帰っても仕事するとかってやってても、なかなかそこにいいものって出てこなくて、ちょっと一呼吸、じゃあ直島に行こう、はい、じゃあ岡山芸術工事に行こう、じゃあ愛知の芸術祭に行ってみようとか、
じゃあ、 山の中で新潟の越後つまり、うん、ちょっと歩いてみてみようって、その一呼吸を置くことで突然なんか3ヶ月も半年も考えても考えても解決できなかったことがポッと出てくるっていうことがあるんですね。ですからまあ僕はアートを使って一呼吸を置くっていう生き方っていうものを皆さんにちょっと伝えていきたいなというふうに思っています。やっぱりアートって答えじゃなくて問いかけですよね。そうですね。多分アーティストは問うっていうことをやり続けていると思いますので、この作品はどういう意味がありますかってもし鑑賞者が聞いても問うということだけを表現しているのであなたの中で考えてくださいっていうのが一つの答えだと思うんですね。一方で鑑賞者の方は今インスタグラムとかフェイスブック流行ってなんか可愛い写真を撮りたがるって癖があるんですけども、はい、まあ、それはまあ直島のパンプキン撮っとけばいいと思うんですけど、別にバカにしてるわけじゃなくてですね、はいはい、まあ、すごいインスタジェニックでかつ現代美術だと思うんですけど、うん、岡山ゲイツコールの多くはですね写真の構図にはめても素敵に見えないものが多くてですね巨大だったりします。巨大だったりとかもう意味不明な絵面のものが多いんですけども僕の鑑賞者としての持論は、はい、アートは見るものではなくて考えるものだっていうね、うん、考えるために展覧会に行くんだという概念が僕の持論なので、一つの作品の前で30分ぼーっとするという見方っていうものを岡山芸術交流ではこれ僕の見方なんですけども、はい、あえて皆さんに伝えたいなっていうのがありますので、うん、もちろん好きな作品嫌いな作品が鑑賞者にあると思います。で嫌いな作品はどんどんパスしてください。3秒で立ち去っていいと思います。でも気になる作品があればその作品の前で30分ぼーっとしてみるっていう見方がすごく素敵な作品を見るっていう鑑賞者歴30年の人たちの素敵な見方なので、もしそれが分からなかったとしても一旦ちょっと僕のおすすめで30分同じ作品の前でぼーっと見てみるっていうことをやってみてくださいということがちょっと伝えたくて、とてもいい提言をいただきましたぜひこの番組をご覧の皆さんもそうやっていただきたいですね。そうですね。でそもそもでちょっと戻っちゃうんですけど、うん、はい、一番最初に、うん、わあ感動したハマったっていうアート作品はどんな作品なんですか。22歳ぐらいからよく、はい、フランスとイギリスに仕事の関係で行ってたんですけども、まあ、例えばポンピドゥセンターであとテイトで、まあ、そこでいろんな現代美術とか現代美術じゃないようなこうデザインみたいなものの個展も見たんですけども、最初は、まあ、なんか例えばですけどすごくミーハーですけどもアンディ・ウォーホールのポップアートなんかは、はい、なんかこう当時の自分にとってすごく刺激的でしたよね。ただまあそこのフェーズからどん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 こう大人になればなるほど変わっていって40代になって初めてこれは面白いなと思ったのはまあニューヨーク在住の日本人でしたけども恩河原さんですね。でまあデートペイントデートペインティングを見た時にですねこれこそまさにそのミニマムで現代アートだなというふうに感じて、で多くの人は多分そのデートペイントを見てですねただなんか意味がわからないと思うんですけど、そうですねなかなか、で僕はその背景とかいろんなものを考えるうちにこんなにミニマムなものが世の中にあるんだと思って、うん、まあ、初めて鑑賞者からコレクターになったきっかけになったのも恩河原氏の、うん、1月から12月までの、はい、12枚のデートペインティングを買ったっていうのが自分のコレクターの始まりなんですけども、まあ、河原さんは本当に非常に面白いアーティストだしちょっとユーモアがある方だと私は思ってまして、ね、あの作品はやっぱり例えば購入して初めて裏側が見れてですね、 そうですね、そこでまた一つ段階的な理解をするというふうになってますの で、 やっぱりなんて言うんでしょう醍醐味がこうフェーズごとに用意してあるというんですか、うん、そうですね、とても素晴らしい方で残念ながらもう亡くなってしまわれましたけども、ね、はい、作品はコンセプチュアルで非常にシャープクールだけど、うん、ご本人はとてもお話好きでよく長電話をしてらっしゃったっていう、ね、まあ、実は恩河原財団のスタッフとも先日フランス の、はい、モンペリシェでお会いすることができて、はい、僕的にも僕もすごく感動的だったんですけども、これからも石川ファンデーションと恩河原財団との交流を繰り返しながら、はい、何か自分たちが将来ミュージアムを作った時に
お招きできないかなというふうに思ってます。素晴らしいです、はい、で今年は、うん、愛知トリエンナーレなんかもありまして、はい、いろいろもちろんベネチアビエンナーレの開催年でもありますけれども、はい、上半期、はい、2019年上半期で石川さんが選ぶベスト3ぐらいの作品っていうのはありますか？うん、そうですね、一つは下道さん、はいはい、ベネチアビエンナーレですね、で前回の岡山芸術工業に出しておられました写真家の、はい、でこれは2016岡山芸術交流で、はい、まあ、数人しかいなかった日本人の中の一人 の、はい、作家なんですけども、まあ、岡山芸術交流の時はまだ国際的にも評価がほとんどなくてですね、でただ一方でベンチャー枠というか、うん、そういう枠で出したつもりもなくてですね、我々としたら十分ライアン・ガンダだとか、はい、ピエール・ユーグの横並びに立てるだけの実力がある人だという視点で出したんですけども、まあ、岡山芸術交流後にですね、さまざまなアワードを取ったり、大原美術館でも今度個展があるということが、はい、話を聞いてますし、あ、そうですか、決まったんですね。まあ、一番嬉しかったのはやっぱりベニシアビエンナーレで、日本代表の候補に選ばれたって話を聞いた時には、まあ、非常に嬉しかったですね。でそれがまさか代表ということで、はい、で僕もベニスビエンナーレ行きましたけども、はい、下道さんの東北 の、 津波 の、 その岩 の、 アプローチですね、はい、まあ、これを欧米の方がもう何時間も見続けているのを見てですね、うん、ようやく岡山芸術交流で応援していた下道さんがグローバルに羽ばたく時が来たなと思って嬉しかったですね。いや、もうそういうのジャンプアップの 時、ね、はい、時に寄り添っていらっしゃるって相当、はい、素晴らしいと思いますね、うん、他には何かあと2点ぐらい、田島さんという、はい、田島美香さんという、はい、まあ、ニューヨーク在住の作家がいるんですけども、まあ、今回岡山芸術交流2019でも、はい、参加なさってますね。参加しますけども、はい、田島美香さんはまあ、例えばですけど香港バーゼルでも作品展示されていましたけども、なんかこうここからグローバルに行くんだろうなっていう勢いを感じていますね。いいですね、本当に何でしょう、非常に頑張ってる、はい、まあ、一生懸命頑張ってるところからある何かこうやっぱりきっかけみたいなのがあって、 それからジャンプ、ホップ、ステップ、ジャンプみたいな、そうですね、やっぱり一人だけでは無理ですよね、アーティストの、ね、応援してくださる方がいないと無理ですよね、はい、彼女は理系の大学を出ていて、はい、アプローチがかなり理系なんですね。で今回も岡山芸術交流ではストライプ の、 経理部の中の、うん、一日中起きている音を測定してですね、はい、その音の周波を使った作品を今岡山芸術交流向けに作っていたりとか、その場所で起きている音を、まあ、いわゆるそのペイントに置き換えるっていうようなことの、まあ、こう科学と、いわゆる手作業みたいなものを、それはピエール・ユーグさんが逃しませんね、確かに。ピエールのアプローチにかなり近いんですよね。なので、でも女性ではなかなかあんまりたくさんはいないタイプの方のように思います ね、 そうですね、私もたく資料を拝見した時に、はい、この方ちょっと面白そうだなと思って、そうですね、はい、ぜひ岡山で拝見するのを楽しみにしています、はい、あと一人どうですか？最後に一人選ぶのは本当に大変なんですけどもすいません、あえて、はい、もう重鎮中の重鎮と言われるローレンス・ウィナ ー、 で彼のオフィスにも飾っておられますで、岡山芸術交流のプレイベントの A&C でも、はい、映画館 の、 壁側面に今テキストピースを展示させてもらってるんですけども、まあ、体調も非常に悪くて高齢なんですけども、もう非常にアメリカではもうさまざまなその大学で現代美術を研究している学生からも先生たちからも尊敬されている作家 で、 で僕も先日六本木で一緒にディナーさせてもらったんですけども、まあ彼のやっぱり考え方は素晴らしいですし、これから岡山の町中に彼のテキストピースを置きたいなと思ってるんですね。大胆ですね、はい、なので彼 の、
まあ、アジアのパトロンとしてですね、あの岡山中にテキストビースを貼りまくるという夢を持ちながら、あの彼を応援していきたいなというふうに思っています。うん、素晴らしいと思います。あの前回岡山芸術コールで私はあの実は公式の T シャツがもうおフィッシュアンドバイスって思ってちょっとまとめ買いしたんですけど、今年もそういうあの石川さんならではのなんかその T シャツとかファッションちょっとだけファッションに近いようなグッズとかっていうのは発売予定はありますか？あのイラストレーターでですね、あの長場優さんという方がいるんですけども、あの彼に今回あのイラストを頼んでですね、でそこにピエール・ユイグのあのドキュメンターでユイグが山の中で、はい、あのワンちゃんの足をピンクにしていた作品があったと思うんですけども、はい、あのワンちゃんのピンクの足のキャラクターをですね、あのモチーフにしたあの T シャツキャップをですね、あの日本のイラストレーター長場優さんとこうコラボしていただきながら、はい、あの作っているっていうのが一つ。それとあの長場優さんはもともとその建築家にも興味があってですね、そうなんですね。で岡山の県庁舎はあの前川邦夫の建築 で、はい、で今回、まあ、代表作ですね、はい、で岡山の市民県民が前川邦夫っていう存在あまり知らないということもありますので、本当ですか。あの今回町あの前川邦夫をちょっとモチーフにした、うん、前川邦夫ではないんですけども、はいはい、前川邦夫をモチーフにした、はい、あのその建築家をあのまあ、こちらもグラフィックにしてですね、なのでこう前川のパロディーとですね、あとピエール・ユイグのドキュメント作品をあのグラフィックに落としてですね、あの2つのキャラクターが岡山芸術交流の公式グッズに、あの T シャツ、トートバッグ、キャップ、マグカップ、タンブラーと、またもうちょっとまたまとめ買いしちゃうかな。でもうあのプレゼントというかお土産にはステッカー、缶バッジもたくさんありますので、そうですね、ぜひあのグッズも注目してもらいたいなと。本当別に私あの用意しに来たわけじゃないんですけど岡山芸術交流の時に本当に、はい、あの T シャツをね、あのいろんなサイズでありましたし、はい、あのとっても喜ばれただけでなく、はい、後々ね、それは誰の T シャツなんですかって相当聞かれましたから、フィッシュ&バイスの許可を取るのも大変だったんですけどそうですよね、はい、でもやっぱりそこはあのファッションをやってらっしゃる石川さんなので、まあ、あのアパレル会社ですから ね、 そうですよね。あのいわゆる、まあ、美術館のスーベニアショップに置かれている、うん、なんかこうコンサートに売られている T シャツみたいなこうペラペラの生地ではなくて、なくてそうですよね、ちゃんとその百貨店クオリティのものを我々はあの、まあ、公式グッズとして作りますので、いやそこはやっぱりあの私たち観客としてね行く楽しみの一つはそれもちょっとあると思いますね。結構グッズは手応えを持ってまして、ね、でね、あのかなりあの、まあ、実はあの川上さんという、はい、あのアートディレクターにも、はい、あの公式グッズにも入っていただいてですね、例えばこうクリアファイル、まあ、岡山芸術交流 の、 あのロゴを使ったクリアファイルとかのこうデザインもですね、あのアートディレクターの川上さんが非常にバランスのいいあの、まあ、フォントを組んでくれてですね、うん、なのでシンプルなデザインのものもあるし、あの長場優さんとピエール、長場優さんと前川邦夫モチーフのようなものもあるし、はい、さまざまな視点で楽しめれるグッズになっていると思いますね。いやそれもちょっと楽しみです、はい、なんかやっぱ買いたいカタログももちろん買うんですけど、うん、何か欲しいですからね、なんか何かが欲しいんです。それで後々あそれは何の時のそれはこの時のって言ってね、うん、なんかあの今回カタログもかなり力を入れてまして本当ですか、凝っちゃったんですか。かなりクオリティ高いものがあのピエール監修で、うん、あの確かに妥協するような方じゃないですよね。ピエールはあの妥協しませんので、うん、はい、あの文字一文字、そうそう、あの本当の種類を全部こだわっていきますので、うん、はいはい、もうかなり繊細なところまで見ているカタログが今あの大詰めで作っている最中なんですけどもあの9月27日には並びますので、はい、あのまあ、公式グッズもさることながらですね、まあ、カタログもぜひ注目していただきたいなと思います。はい、はい、本当にお忙しい中お時間いただきましてありがとうございました。石川さんの学び直す力、あの好評発売中でございます。でさらに、岡山芸術交流2019は9月の27日から11月の24日まで岡山市で開催されます。私も長谷さん辞退と思います、はい、石川さん本当にありがとうございました。東京プラス、続いては愛知トリエンナーレ2019の特番ということで、K
今日はですね、特別にゲストをお招きいたしました。文筆業の中又明夫さんです。どうもこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一方、プレスオープニングというのが7月31日と8月1日にありました。でその時に、まあ、優秀な私のアシスタント田中直子さんも同行していただきましたので田中さんも来ていただきました。田中さんよろしくお願いします。まあね、この番組を見ていただいている方はね、もう愛知と言えないが相当大騒ぎになってるっていうのもご存知かもしれませんが、とてもいい取り柄になってるんですね。ですので今日は話題の問題の展示ではなく他の素晴らしい作品の話をしていきたいと思います。では早速ですね、展示作品をご紹介していきたいと思うんですけれども、まずは名古屋市美術館で展示している作品をご紹介していきたいと思います。名古屋市美術館といいますと、まあ本当に名古屋市の中心部ぐらいにあるんですけれども、今回は割とギュッとね、コンパクトになんか展示してありますよね。もともと津田さんが今回の作品の中では男女比をもう一緒にするとか言ってたんですけど、実はなんか結構若い方からこう年齢の、ね、幅もあったように思うんですが、まず最初のこの青木美久さんの作品なんですけれども、1996年生まれということなんでね、え田中さんより若いんじゃない？そうですね、私より若いですね。若手のホープより若い。この青木美久さんの作品なんですけれども、うん、彼女自身がね、18歳のある日、ご両親の間での人工授精で生まれたんだってことを知って、そこから作品がスタートしてて、ちょうど同じ1996年に羊のドリーがですね、初めてその人工授精というか、まあ、クローン技術で生まれたっていうので、自分のその生まれたことと合わせてのインスタレーションになってた。よね。まあ他にもですね、彼女がいろいろ気になった札幌でのいちご会っていう活動とか、そういうものは全部うまいバランスでインスタレーションしてる作品だったので、とても最初の方の展示でとても印象に残ったように思いますが、頑張ってほしい、これから。で、この方多分カオスラウンジの近くにいた方ですよね。そうですね、確かね、カオスラウンジ、評価が高かったとか、やっぱりだからカオスラウンジ関係あるじゃんっていう感じの。中本さんにはもうちょっといくつか見ていただいてから振りますね。じゃあ次行きましょう。はい、次はもう藤井ひかるさんですけども、藤井さんといえばもう先だってですかね、もう去年になっちゃうのかな、森美術館でやった、カタストロフと美術の力展にも素晴らしい作品を、ね、展示してましたけれども、今回も同じようなと言ったら変ですけど、藤井さんらしい歴史的な事象を現代的なものとに再現するというんですかね、そういう作品になってましたね。で、アジアのに出身で名古屋に来てらっしゃる方たちが演じているその元ネタになっているのは台湾の国民道場の様子をの映画なんですよね。でやっぱりそこで映像も、あ、これは戦時中の台湾なんだなとか、軍事訓練なんだなっていうのは分かるんですけど、途中で海ゆかばが流れる、まあ、文化ですけども、海ゆかばが流れて画像映像の元々のオリジナルにこうするように演じてる皆さんもやはりそれを歌うっていう、それぞれにこう関係性が出てくるようなものでしたけど、こうね、本当藤井さんの作品ちょっとまあ暗い設定してありますけど、ささくさと抜けてしまうとあっという間に過ぎちゃうようなコーナーなんだけど、ここはちょっと時間をかけて、まあ、関連性もあるのでね、両方の画像をちゃんと一個ずつこう見ていただくと関連していることがよくわかるので、ここはねぜひね時間をかけて見ていただきたい作品の一つだと思いますね。はい、次お願いします。これはですね、パルテ・レミ・ドゴーさんっていう、まあ、カメルーン生まれのアーティストの方の作品なんですけども、これゴミ袋なんだけれども、アフリカの国々の国旗をプリントしたゴミ袋になっていまして、これはやっぱりゴミ袋に例えば自分の国旗が印刷されてる、そこにゴミを投げられるかみたいな気持ちと、それぐらい多分知られてないのであるというようなイメージ、私たちの国々はあなたたちはちゃんと知ってますかという、こう呼びかけのようでもあるし、なんか両方の意味を感
じたんですけどね。本人いるかなって言ったら後ろの方からこう恥ずかしそうにお出になって出てきた方で感じがね良かったんですけど、そうです、うん、でもとても本国でも活躍してらっしゃると伺いましたし、私がちょっと個人的な好みでもあるんだけど、ちょっとしたユーモアがあってそれでいてちょっと考えさせるっていうのうまい表現のやり方をしている方じゃないかなと思いましたね。次はこれはもう絵画の中ではね、とても今活躍しています今津圭さんの作品で、今津さんの作品だとこの、まあ、ちょっと写真だと見にくいんですけども、キャンバスの裏にもう一枚大きな空間の上から下までバーンとなってたんですけども、彼女は今あれなんですね、インドネシア拠点なのね、みたいですね。うん、でバンドンにお住まいで制作してて、さらに実はここの写真には写ってないんですけど、手前にですね進化論みたいな猿の動画みたいのがあって、その猿が、まあ、バナナを受け取ってみたいな、こうずっとこの絵の中にもそうなんですけど、あるいは絵をはみ出した大きなカーテンの方もそうなんですけれども、壮大なスケールで人間の歴史みたいな表現するような、ね、感じだったですね。あんまりゆっくり見る時間がなかったんだけど、もっと細かく一つ一つこうアイテムを見ていくと、なんかいろんなことが暗示されてるような気はするので、これもねこれから行かれる方はゆっくり時間をかけて見ていただけたらなと思います。次行ってみましょう。こちらはですね、増本恵子さんと言いまして、東京ですと村越画廊さんでよくやってる方なんですが、陶芸なんですよね。これは田中さん的にはどんな印象？私実はちょっと初めて今回見たんですけど、はい、すごく好きでした、私の好みというか、うん、ちょっとどんどん行ってみようか、飛び出し 3D でこう飛び出してるみたいな感じ、うん、本当よね、なんか陶芸なのにどんどん立体的 で、 そうなんですよ。これでも超絶技巧ですよ。いや本当そうですよね、うん、これながらはできない。そして一番好きな作品がこれね。いいですね、本当にいい。これ本当埴輪がそのまんま壺になってるっていうね、いやちょっとやっぱりね、本当に大規模国際展ってとても政治的なメッセージがあったりしてもいいんだけど、もう増本さんみたいなね、超絶技巧だから素晴らしい作品なんだけど、ちょっとツッと笑えるようなのはね、ないとね、辛い。見て回ってんのが、本当に。本当にそうなんです。ユーモアがあってね、うん、心が。これなんかもね、本当にイカなんですけど、この壺全体がやっぱり透明感があるように仕上げてるので、わ、イカだみたいな。本当にこの飛び出てる。いやもう私はね、もう増本さんはね、名古屋市民の中で一番なんかねホッとしてね良かったですね。ご自身の目でね確かめていただきたいと思います。で次がね、これがまた注目のパスカレ・ハンドロっていうユニットになってるんですけど、これはねアレハンドロ・ボドスキーとパスカル・モンタンドン・ボドロフスキーさんって言いにくいんだけどね、このユニットなんですけど、私初めてだったんです、この人の作品。これね、なかなか込み入ってるんです。ボドロフスキーさんは映画監督。アレハンドロさんの方は、サイコマジックっていうんですかね、サイコマジカみたいな名前になってましたけど、オリジナルのなんかセラピー療法みたいなのを生み出してて、独自の処方箋で相談に来た方に、こういう風にした方がいいっていうようなことでアドバイスをして、代金としてお金をもらうのではなくて、その方がどういうふうにして自分のそういう悩みを克服して、まあ、アドバイス通りに行ってどうやってやったかっていうのを手紙で送ってもらおうっていう、すごいそれ面白くて、それがまた映画になっててですね、ここでこのアレハンドロさんがみんなにハッピーですかみたいなやってるのよね。宗教的な、宗教的、宗教的で、その活動を40年も続けてるそうでして、世界中から集まった手紙の束が出版物というかね、こうなってて、それが皆さん自由に持ってっていいですよってことになってたんですけども、これはちょっとね、なかなか、不思議な不思議なものだったとは思うんですけれども、ここまで見てどうですか？お待たせしました。中畑さん。見っちゃいました、ね。うん、でもここまでね、はい、見て、本当まだ5、6点なんですけど。これまだ、名古屋市民の。名古屋市民の中で。僕はもう、現代アートのさ、本当に直近のね、今のアーティストってほとんどその名前を知らないんで、まあ、若い頃からちょびちょびいろいろ見てましたけど、ほとんどその知名度関係なく見てるものは、まあ、やっぱりちょっとこのレベルのものがたくさん来てるんだったらね、まあ、見に行きたいなと思いましたね。まあ、現代アート見慣れてないと、それ
っぱりインスタレーションとか、あと映像みたいな、要するにその絵を見てちょっとこう見て去っていくんじゃなくて、少し時間とか空間の、余裕が必要な展示が多いような、そう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 、やっぱりそういう、本当にそうなんですよ、うん、はいこれ、はいこれみたいなね感じでいくんじゃなくて、うん、まあもしかしたら少し作品絞ってでもじっくり一つ一つなんか見ていった方がいいのかなというふうに思いましたね。そうですね、そこは本当にあの多分津田芸術監督が仕掛けたものなんだろうとは思うんですよね、うんうん、はい、まあテーマが情の時代、情の時代の、まあ、3つの意味がある、まあ、感情の情、情報の情で情けの情で、それを何ですか、そのテーミング、まあ、要するにその、まあ、飼いならすっていうか、そこで起きてくることをこう少し変容させていくことが芸術の、まあ、役割だというのがテーマだとしたら、やっぱりあの時間と空間ある程度余裕を持って見ていかないと表面的なね、ちょっと情報にまとわされちゃうんじゃないかなという気がしますね。これ随分全然これネット見てても、ね、流れてこない、そうなんですよ、これは本当にそういう意味で今日本当にこれだった、そうも恐縮です。東京プラス名古屋市美で、まあ、最も注目されていた作品といえばモニカ・メイヤーさんの作品なんですけども、今実は残念ながらちょっと展示の形態を変えてしまったので、私と田中さんは貴重なあのちゃんとした最初のフルバージョンで拝見しているというような状況なんですけども、もともとこのモニカ・メイヤーさんというのはメキシコのフェミニズムアートというかフェミニストのアーティストで、そのパイオニアなんですよね。でこのシリーズをいろんなところでも1978年からずっと続けてらっしゃって、それで、まあ、あの今回の愛知トリエンナーレでもいわば彼女の代表作みたいなものを持ってきてくださっていて、このピンク の付箋というかあのものにいろんな質問が、あのモニカ・メイヤーさんから投げかけられたものに、私たちは一人の参加者としてそこに記入して洗濯バサミみたいなので貼っていって、でそれが一日ずつどんどんこう増えていくっていうね、彼女がそのやってきた活動およびそういう表現もそうさることながら、あの日本 の, 若あの女性たちにもちょっと声を上げたらどうですかっていうような感じでやっていて、その質問のいくつかは例えばですね、女性として差別されていると感じたことはありますか、それはどのようなものですか、あるいはあなたやあなたの身近でセクハラや性暴力はありましたか、それはどのようなものでしたか、そういう問いかけに対して見に来た方が答えるというものだったわけなんですけど、女性だったら誰でも一回ぐらいは経験がありそうな気もするし、それを改めてこうまとめて読むときに、うん、あの私 の, あの知ってる方はあれでなんか自分が男性であることがすごい恥ずかしかったみたいなことも言ってたんだけど、今は実は残念ながらこういう形になっていてですね、8月の半ばまでやそれを続けていたんですけども、表現の不自由展の展示中止を受けて、モニカ・メイヤーさんは新しい形での展示に変えられて、結局全部 の, そのカードは外されて、みんなに書いてもらおうと思ったあの書く用紙を破いてですね、床に全部散らしてるっていうような展示が今、うん、あの公開されてるんですね。あのとてもこういうあのなんていうんですかね、その問題提起のアートっていうのは、まあ、スペキュラティブアートっていう言い方もするんだけれども、うん、あの誰かが描いた、でも必ずこの会場に来た人が記入してますので、それはもう一回見に行った方がそれを見るってことは、うん、やっぱりリアリティみたいなものだったりすると思うので、うんうんうん、このモニカ・メイヤーさんのやり方とってもシンプルなんだけど、意外と女性同士でも言えない、言えなかったようなことが、それこそまさに声なき声みたいなものを拾うような装置としては、あの優れてる作品だったんではないかなと思うとね、まあ、本当にあの残念だなとも思いますし、あの累積したあのカードは、それはそれであのモニカ・メイヤーさん持ってらっしゃるそうなんですけれども、あのこう記入できないようになってしまっていることを考えるとね、もやもやする。中野さん、今回はですね、モヤモヤするんですよ、はい、あのだからただね、表現の不自由点その後の、まあ、公開中止に対する抗議とか、はい、あるいはそのステートメントって 何段階かでいろんなアーティストがあの表明なさってるけども、その中でまあ作品を引き上げたり、まあ、要するに公開中止になってしまった展示作家もいますけれども、展示の形態を変えていくっていうのはね、まあ、一つのやり方としてはやっぱり考えさせられる、それから当然前半で見た
方もいれば、後半目撃する人もいて、その2つの中で起きた出来事を考えるっていうのは、やっぱり一つアートの役割でもあると思うから、まあ残念ですけどね、まずものすごく残念だっていうことと同時に、特にインスタレーションだったり、あるいはそのワークショップをやりながら、オーディエンスが参加しながら作り上げていくアートってとても重要だと思うんですけども、ね、まあ、極端な場合にはこういう形になり得るんだなっていうね、一つの例としては、展示の形態変わった後に見に行くこともね、むしろ大事なんじゃないかなと思ってます。僕は、まあ、これから見に行きますから、はい、今の状態のものを見てこようかなと思ってますけども。ね、ありがとうございます。じゃあ次はですね、いよいよ、まあ、愛知芸術文化センターの方の作品に移りたいと思うんですけども、次の作品は、ジェームス・ブラドルさんといいまして、これは、ドローンの影というタイトルがついていて、大きなドローンの影のそれをこう線にしたような、うん、私たち自分たちの背の高さで撮ってるんであまりよくわからないんですけど、10階から窓から見ると上からこう俯瞰で見れるような作品なんですけど、この方はですね、ちょっと津田さんと似てるっていうか、アーティストでありジャーナリストである方らしくてですね、この無人偵察機 RQ4グローバルホークの実物大のシルエットになってまして、うん、幅が35メートル、長さが14メートルということで、実は日本の自衛隊も3機導入予定というような情報もあって、まあ、この方がやっぱりアーティストでもあるけども、ジャーナリストであるっていう面がね、とても出てる。まあ、こういうものがきっと飛ぶわけですよね、私たちの、ね、生活の中で。まあ、そういうのをどういうふうに考えるかとか、まあ、有事の時にはもちろんそれが飛んでくるんでしょうし、まあ、いろんなことを考えさせられるものですよね。次はですね、私も好きだし、田中さんもこれちょっとお気に入りっていうか、まあ、良かったなと。そうですね、でも今ただね、展示が一時中止閉鎖しているっていうことなんですけど、そうなのね、まあ、タニア・ブルゲラさんの作品なんですけど、うん、タイトルが43126という、うん、作品になってまして、まず入るとですね、観客の腕に8桁の数字のスタンプが押されると、うん、で、まあ、それは世界にいる、移民の数を記していて、うん、絶えず増え続けている、まあ、その移民の数っていうのを私たち腕にこう押されてその部屋に入っていくとですね、うん、すごいツーンとするような、うん、涙をこう誘発させるような成分が含まれた蒸気がこう中にこう出てきてて、うん、そうですね、何にもない白い部屋なんだけど、はい、この穴からそれが出てるんですよね、うん、無理やり泣かされる作品なんですよね、うん、ちょっと涙とともに難民の気持ちを考えてくれっていうような感じなんですよ、うん、無理やり泣かされる装置なんていうのは初めて経験しましたけども、うん、でも本当に涙とともに出口に来てまたその数字を見せられて、うんうん、実際はそのセットアップしてる時から毎日毎日増えてたわけなので、うんうんうん、プレスツアーが始まる時点でこのタニア・ブルゲラさんが数字を確定して、うん、それを書き込んだところから私たちはタイトルが分かったっていうような状況なんですけどね、うん、とにかく島国だから私たちあんまり難民の話ってねリアルに感じられないんですが、やっぱりブルゲラさんのような方は、まあ、もっと切実にね感じてらっしゃることなんだろうと思います、うんうん、で続いては、まあ、日本でも人気のある絵画の画家のミリアム・カーンさんなんですけれども、バーゼル生まれの、ね、方ですけれども、原子爆弾のイメージとかをそのままアート作品にしてて、彼女自身は、まあ、ユダヤ系の方なんですけども、その原爆の両義性というか両面を作品にやっぱり描いてるわけですね。でそれはもうもちろん美しいものと醜いものっていうものもあるけれども、どちらかというと彼女は美と倫理っていうようなことをテーマにしていて、うん、その葛藤っていうのが主題にあって、うん、で実際この絵の描き方としては絵の具をそのまま置いて流してるんですよ、うん、垂直にしてぐーっと、そうするとまさに本当にキノコ雲みたいにね、うん、見えるような作品になってるけど、でも色のグラデーションとしてはすごい綺麗な、本当に綺麗な絵なんですよ。次行ってみましょう。ピア・カミルさんはメキシコのご出身で、この作品は愛知芸術文化センターの地下のところの入ったところ、ちょっと広場になってまして、うん、華やかなオープニングをやった場所なんですけども、うん、この作品は実は人気音楽バンドミュージシャンの T シャツをこう縫い合わせまして、そこにこうスピーカーがはめ込んである作品で、その音楽とともに聴くっていうものなんですけども、実はその
手に入れる、その入手する方法がちょっと変わってまして、もともとメキシコのこの伝統的なあのマーケットとか市場に行くと、チョコっていう伝統があって、それはお金じゃなくて物々交換なんですね。で、ピア・カミルさんは自分が作ったオリジナルの T シャツを持ってて、それとあのミュージシャンの T シャツ着てる人を交換してもらおうと。でどんどん交換してもらって、それでインスタレーションしてたんですけど、物々交換の露店のイメージプラス、実はメキシコとアメリカの国境で T シャツの値段というのは相当違うそうでして、ミュージシャンの T シャツというのはそれなりのコンサートグッズだったりするからとても高いわけで、でもそれがまあ売り残ってしまったらまたメキシコの国境を越えて戻ってくると、露店で売ってるすっごい安い T シャツなんですって。やっぱり南北問題とかですね、そういう経済の違いとか、そういうものをやっぱり暗喩してて、優れたものだし、私たちが普通に見るとスピーカーがあってミュージシャンがあって好きなミュージシャンの T シャツがあるから、なんか楽しい感じ、音も聞こえてて。なのに、でもやっぱりピア・カミルさんもですね、本当におめでとうとかね、コングラチュエーションって言ったんだけど、今の展示は実はオフになってましたね、ステージの幕っていうタイトルなんだけど、開いちゃってて、後ろのね、ミュージアムショップが見えてる、まあ、わざとね、ちょっと興ざめな感じにしてるわけですね。まあだから気持ちも理解するし、まあ、やむを得なかったのかもしれないけど、やっぱり普通の状況で見せたくないはずはないですよね。だけどそのアーティスト一人一人がやっぱり苦渋の選択をしてるだろうというふうには思います。続いてはヘザー・デュイ・ハブボーグさん。これはじゃあちょっと田中さんの方から説明してもらっていいですか？はい。これはですね、街に落ちてるタバコとかそういうポイ捨てされたものの DNA をアーティストが持ってきてですね、拾ってきて、それを元にこう分かるんですって、その DNA を鑑定していくと、その、まあ、顔、その捨てた人の、ね、再現できちゃう。そう、再現できる。でその顔を怖いですね。再現したっていう、まあ、簡単に言えば、端的に言えばそういうものですね。でこれは大体親戚ぐらいまでは似るそうです。企業とか会社がその DNA のサンプルとか、そういう私たちの遺伝子のサンプルっていうのを勝手に利用して使ってるっていう事実があるみたいで、Oh my God。 でそのことに対して批判的なメッセージを持って作ってるっていうことみたいですね。まあ、実際ね、この、 お顔だけではなくてサンプルに使ったキットですよね、これね、証拠写真とか、そうですね、多分落ちてたものとか、あとサンプルとその写真なんですかね、拾った場所なんじゃないですかね、多分ね。いやー、怖い怖い怖いですけどね、なんかちょっとクスッと笑ってしまう、なんかそうですね、ユーモアのある作品かなと思って。次の写真で、これまたユーモアじゃなかった、これなんか田中さんが好きって言ってた。そうですね、続けて、そう、澤田花さんっていう方なんですけど、これちょっと写真がね、分かりづらい写真しかちょっとなくて恐縮なんですけど、なんかこれはそのオフィスの、まあいわゆる一般的なオフィスの撮った写真があって、その中になんかこう謎の物体がこう写ってるんですよね。でその物体が何かっていうのを彼女がいろんな方法を使って検証していくっていうもので、これが何だか分かんないんですけど、まあ、最後まで分かんないんですね、その正体は。でそれどういうプロセスかっていうと、こう Amazon で調べてみたりとか、なんかこういうおもちゃに近いとかいろいろやってみるんですけど、まあ、なんかこう私たちがいろんなこう、ね、普段写真を見ていろんなものにこう意味をつけがちなっていうことに対して、彼女なりの、まあ、ちょっと批判的な気持ちっていうのがあるみたいで、これね、見逃しそうな、本当にあの通路っていうか、そこにパパパって展示されてるから、あっという間に見落としたりしそうな感じの作品なんですよね。でもかなり面白い、結構私は面白かったですね。なんか最初はもう見逃しそうなんですけど、え、なんだこれと思って見ていく感じで、ユーモアもある科学系っていうんですか、なんかそういうのもありますね。でさらにこのアンナビットさん、60分間の笑顔っていうタイトルがついてるんですけど、これ映像作品で、60分間フォーマルなこうビジネススーツを着た、人たちが笑顔でビジネススマイルをしているっていう、ひたすらそれを流すっていう最初なんだろうみたいな感じでみんな見るんですけど、だんだん分かっていく、あ、この人たちは無理やり笑顔を作ってるんだ。で隣にそれのズームした映像があって、ズームしてる方は彼らがこう顔が引きつってるみたいなところをズームしてて、もう本当に要
するに、なんていうかな、こう笑顔で、うん、あの余裕でこう握手なんかしちゃうのって、エリートじゃないですか。結構ビジネスエリートでありがちな感じ。ね、でもそれ1時間持つのみたいな感じでもありますよね、なんとなくね。続いてはこのエキソニモさんなんですけど、エキソニモといえばなんか、なんとなくなんか、懐かしいですね。はい。この作品は、あの、3Dのプリンターで出力した腕なんですって、この台になってるのが。それで、そこに2台の、まあ、55インチのモニターが置いてあって、それがまあ、ちょっとキスしてるみたいになる、うん、というので、ザ・キスという名前がついてる作品で、まあ、千保健介さんと、ね、赤岩さん、八重さんですけども、この2人の、ね、ユニットでやってらっしゃるんですけど、もしかして結構 3D プリンターだったりして、と思ってたらやっぱりそうだった。で、その、まあ、ロマンチックでもあるし、でもユーモアでもあるし、それでこれ動画ですので、うん、あの表情が変わったり目がパッチリ開いたりとかっていうので、芸術監督は案内しながら、ここはあのインスタ映えするからって言ってここで撮ってくださいって言ってましたけど、うん、で続いては石破綾子さん、石破綾子さんです、石破綾子さん、この方もまだ20代でしたね、91年前。この方もね、実は3次元と2次元っていうか、2次元の問題っていうのを取り組んでる写真家といいますか、ちょっと分かりにくいんだけど、洗濯物を単純に干してるように見えるけど、実はこれ紙なんですよね。なるほどって言ってみて、こっちは写真の作品ですけども、傘の一方に輪郭線描いてあると、立体感が薄れてしまい、でも隣にある傘が本物の立体なのに、右手にあるもの傘は絵で描いてあるみたいな。私たちのこう目をあのこうたぶらかすというか、そういう作品になっている、まあ、あの輪郭線の面白さ。そしてこの方、もしかして伊藤ガビン先生、はい、僕はまあよくあのガビンさんは、ね、よくお会い しますですけどね、はい、伊藤ガビンさんのところはあの入れ替え制になってまして、うん、球体になっている部屋全体で映像がいろいろなるんですけど、うん、これはもうモダンファート創刊号というタイトルがついてて、いわゆるガビンさんが編集長になったその雑誌そのものをインスタレーション、うん、映像のインスタレーションしてるっていうもので、うん、どん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 いろんなものが変わっていって、うん、でその中に私たちこう床面のところにも出てきますので、まさにこうガビンさんの世界に入ってるっていう感じなんですよね。会場にはなんか伊藤ガビンさんの車とかも、そうそう、置いてあったりとか、そうそう、そうしてなかなかで、なんかこれありましたよって言ったら、知らない、聞いてないって言ったから。続きましてはもう加藤翼さんですけども、加藤さんはね、割と木製の構築物を地域の人たちと一緒にこうロープで引っ張ってこう建てるっていうね、うん、シリーズで知られてる方なんだけど、これはね、私あのみんな真面目に見てたけど、私一人爆笑だったんですよ、うん、ミュージシャンがそれぞれなんか引きつながってて、引き合う形で弾きにくい演奏をしながら、ね、あの、God Bless America みたいなのね、やってるっていう、非常にあの、大爆笑。でもなんかみんなだなーって見てたから、私も爆笑で大笑いしちゃって。面白かったですね。面白かったですね。ところどころにこのユーモアタイプがあって、うん、いや、もちろんあの、ユーモアだけじゃないんですよ。もちろんいろんなメッセージあると思うけど、私の中ではユーモアを感じるものがあって、それがないと本当辛いの。割とポリティカルメッセージが強いものが多かったのでね。次の作品がクラウディア・マルチネス・ガライさんという作家で、まあ、インスタレーションと映像作品がありました。こうなんか小さいオブジェがいっぱい並んでる作品でしたよね。はい、はい、そうなんです、うん。で、それがね、その中にいくつかなんか発掘された系みたいな、掘り出した骨董みたいな、そういうものがあって、それも今度は映像の方ではそれを掘り出すみたいなね。で、でもこれも実は残念ながらこれもちょっと、あの、見られないことになっておりまして、本当にね、あの、力作揃いで大変残念なんですけども、まあ、ここもね、ちょっと見られない。こちらは、あの、日本人のアーティストの方で、村山五郎さん。で、この方の作品はですね、監視カメラとか街中にあって、それで私たちの動きとか分析されたりとかしてるわけで、そういうあの、カメラ認識を欺くような。例えばこの作品なんかは、自分の顔をこう、カメラの中で顔認識させないとして、こういろんなことやって、にらめっこみたいにやってるんですけど、それをこの画像みたいにすると、人間の顔にはならないと。これは、村山さんとその弟さんが二人歩いてまして、どちらが本物の
方が分かるかどうかみたいなことを映像でこうちょっと見てるっていうの。あるいは後ろにですね、なんかこう歩き方を再生するようなロボットの、あの足みたいなのがあったりとかして、いわゆるこう機械がそのまま再現できるのか、その狭間みたいな微細なこう違いとかを、まあ、探って表現してらっしゃる方なんですよね。なかなかでもこうなんか味があるというか、あれゆっくり見ていくとなんかもっとね、細かい。インスタレーション的な。印象もすごい。そうなんですね。それからこの方たちはユニットなんですけども、パンクロックスクラープっていうんですかね。マレーシアの方たちで、これがなんかアリの世界みたいなね、昆虫の世界みたいな、ずっとこう、その人たちが進化の過程でお金を知ったりとかね、コミュニティを知ったりとかっていう、そういう絵巻みたいなものがね、展示されてるんです。これもあの、細かく見ていくといろんな表現があったので、多分、お金っていうか、マネーを手にした人たちが堕落していくみたいな雰囲気だったと思うんですけども、これもなんかね、面白かったですね。なんか見た感じ、ミュージシャンみたいな感じの人たちでしたけどね。そうですね。きっと音楽やってる人もいるんじゃないかな。パンクロックって自分でついちゃってるぐらいなので、もう見た目はもう、かなりみんなロングヘアで、パンクロックな方たちでしたよね、雰囲気も。面白かった。で、ちょっと話してね、見たかったですね。もうちょっとね。次がですね、これまたちょっと実は見られないんですけれども、パクチャンキョンさん の作品で、これはあの写真と映像作品だったんですけれども、たまたまですね、南に住んでらっしゃる方が北の兵士というととってもこう怖いいかつい男の人を想像してるけど、実際はですね、少年兵とかいるという話を聞いて、そういう写真を作っておられたものなんですね。だから38度線界隈の気候なんでしょうか分かりませんが、こういうこの森の中に少年兵とおぼしき人たちがいて、あの本物ではないんですけども、そういう物語を再生してて、北のイメージっていうのはそんなにあの一つのイメージではなくて多面性があるんだっていうようなことをね、おっしゃってるんではないかなと思いましたけど、残念ながらこれも見られていない。で、続きましては愛知トリエンナーレの今回のポスター等のメインビジュアルになっています、ウーゴ・ロンディノーネさんの作品なんですけども、これはね、あの広いあの部屋に、まあ、ピエロの人形なんですけどもいてですね、さまざまなポーズをとってるんですけども、こう寝っ転がるとか、トイレに入ってるとか、お風呂に入ってるとか、そこをちょっとリラックスしたような人間の体勢をとってるんですね。でもよく見るとみんな仮面をつけてまして、多彩な表情どころの話じゃなくて、みんな同じ顔してるんですよ。その同じ顔でありながらも、ちょっと私たちの感情にこの人ちょっと疲れてるなとか、あの寂しそうだなと思ったら、なぜか寂しそうに見えちゃったりとかっていう、このなんでしょうね、感情移入の問題、まさに情の時代っていうタイトルのコンセプトに一番やっぱりふさわしい作品だったのではないかなと思って見たんですけどね。それで実はこのウーゴ・ロンディノーネさんも本当は展示を、ね、中止したいという申し入れが実はあったんだけれども、キュレトリアルチームの皆さんが説得して、もうどうしてもあなたの作品はね、あの見応えもあるし、やっぱりメインキービジュアルになっているということで説得なさったために、あの今も見られるようにはなっているようなんですけども、でもご本人はね、やっぱりみんなと同じように異議申し立てをしたいということなので、もしかしたらもう見られなくなってしまう可能性もあると、うん、でも本当にね、まあ、愛らしいというか、誰か一人ぐらい動き出すんじゃないかと、本当に、ね、なんかね、思いますよ ね、 ようなね、これ混ざって座ったり寝たりしたくなりますよね。ああ写真はそういう感じです。みんなそうしてますよね。SNS まさに本当にあのフォトジェニックっていうか、うん、あの SNS インスタ映えするあの作品ですね。でもすごく孤独な作品ですよね、うんうん、そうね。そしてあの今回の本当素晴らしいという絶賛の声多数の田中幸喜さんなんですけれども、かなり大きな部屋一つをね全部使いまして、映像作品とその映像の中で制作されたであろう絵画作品が展示されているというものなんですけれども、ご両親があの外国人と日本人の間に生まれていらっしゃる方たちのいろんな方あの集まってて、その、まあ、疑似家族的にちょっと集まった方たちの中で共同作業として絵を描いてみたり、それから自分がどういうふうに生まれ育ったということで、まあ、だんだんこう
コミュニケーションを図っていく中で共鳴があったり 反発があったりというのは、うん、もう本当に家族ってそういうものだとは思うんですけども、そういうものが少しずつ行われていく過程を私たちはその映像として拝見していくんですね、うん、まあ、まさにまたもう一回言いますけど、情の時代っていうんですか、情というものはやっぱりあるシンパシーとか共感みたいなところに出てくるものだし、さらに言えば反発すらやはり情であろうと思うんですけど、家族になっていくとか家族に なるような時間を共有するというか、まあ、そういうものがとてもあのやっぱ田中幸喜さんうまいですよね、うん、やっぱりあの深い詩作にあふれてると思いますね、うん、残念なお知らせがあります。8月25日付のお知らせで田中幸喜氏の展示の再設定についてというニュースがありまして、田中幸喜さんから表現の不自由点その後の展示中止に際し、8月12日に海外アーティストが発表したステートメントに署名し、出展作品タイトルが抽象家族の再設定を行いたいとの申し出がありましたということで、9月3日火曜日より展示の再設定を実施することとなりました。まず通常展示の中断、展示室の扉が半分閉ざされて展示室には入れなくなります。さらに2つ目、展示室入り口にて来場者への手紙および作品の一部であるアーティストノートを配布します。さらにパフォーミングアーツプログラムとして予定されていたエクステンション企画は当初の通り開催いたします。まあこんなことでですね、ただしあの完全な形では見られないというようなアナウンスメントもあったんですけども、田中幸喜さんも絶対展示したくないわけではありませんから、はいはいはい、そこがまた皆さん本当に悩みに悩んで、うん、で自分の立場というものを表現しなきゃいけないというようなことはね、それぞれに本当に お苦しいでしょうし、私たちも本当に残念だし、正常な形で見られることを望みますけれども、ねじれにねじれている状況を考えますと難しいのかもしれませんが、今回 の田中さんはとても大きな会場一部屋を使いまして、映像作品も3つ設定してあって、それぞれに長さもとても十分な長さがあって、それは本当にあの田中幸喜さんの世界をよく見る大きなチャンスだったんですけれども、まあ、こんなような状況になっているというのをお伝えしなければならないのはとても残念です。あのでも代表作になっている作品だと思いますね。次に、ここだけちょっと説明したいんですけれども、今回ですねエデュケーショナルプログラムとしてこのアートプレイグラウンドっていうのものが設定されておりまして、あの担当しているのが相田大也さんといいまして、彼がですね初めてあのここのアイストリエンダーに取り組んで、ダンボールを使ったあのおもちゃ、子どもたちがいろいろ創作 のネタを作っていくっていうもので、ダンボールといえばこの人っていう感じの、日比野克彦さん と、建築家の、遠藤美彦さんが担当しておられまして、これはあの最初の写真はあの愛知芸術文化センターなんですけども、他の会場にも全部で5つあの子どもたちが遊べて創作ができるっていうスペースが作られています。でその一つ一つのテーマが遊ぶ、話す、作る、もてなす、知らせるというテーマがあって、そのテーマに沿ってあの表現をするので、多分あのお子様連れでね行った人が十分に楽しめて、さらに何かもう作品としてもできるんでね、まあ、まだ夏休みが続いているという方がおられましたらぜひねあの行ってほしいなと思いますし、週末なんかもあのご家族で行かれるといいんじゃないかなと思います。あの日比野さんもね本当久しぶりにお会いしたんですけど もうあの楽しそうにやってて、ダンボールだから僕呼ばれたんですよなんて言ってましたけどもあの、まあ、とってもあのいいアドバイスなんでね、皆さん楽しくやっておられました。続いては、街中に飛び出たあの展示なんですけど、この辺りは四季道と遠藤寺商店街といいまして、この、 あの特に遠藤寺商店街というのはいわゆるあの、まあ、シャッター通りが多くなった商店街の中では一番成功したと言われている商店街なんですね。生き生きとしてて活気があって、その中に、まあ、いくつか、まあ、10人ぐらいの作家が展示されているんですけど、今回は1人だけ、お一方だけあの紹介するんですけど、岩崎隆弘さんが、展示しておられます。岩崎隆弘さんといえばベネチアビエンナーレの日本パビリオンも記憶に新しいですし、糸を使って緻密なものを作り上げていくものなんですけど、今回はですねある古民家というか民家の中に入りますと、自分の目線のところにですねこういったあの名古屋なのかなと思えるようなランドマークみたいなものがあるんだけど、焼け跡っていうか
黒焦げになってるみたいなね、炭になってるというか、そういう作品なんですよね。ある意味カタストロフが起こったのかなみたいなイメージもありますし、もともと黒の糸でシリーズが多かったですから、そのシリーズの、まあ、展開なのかもしれませんけれども、目の高さにちょうどこの現れるもんですから、いろんな意味で複雑な気持ちもありますね。ある名古屋出身の方がおっしゃってたんですけど、やっぱり空襲にあったエリアとなかったエリアがあって、この四毛道遠藤寺商店街というのはかろうじて火が来なかったエリアが少し残ってるそうでして、もしかしたらここ展示されてるエリアが焼けなかったエリアで古い蔵なり古民家が残ってたのかもしれないですよね。ところが実際の展示はちょっとある意味カタストロフみたいなものを連想するようなプロ のインスタレーションだったので、その方がやっぱりふるさとながらね、もしかしたらこういう風景を私の先祖が見たんじゃないかというようなことも私聞きまして、あ、そういう見方もあるんだなというふうに思いましたね。で次に、豊田市美術館あるいは豊田駅界隈の作品をご紹介します。東京プラス、久しぶりにお目にかかった高峰忠さんにインタビューができました。インタビューをどうぞ。アーティストの高峰忠さんです。高峰さん、お久しぶりです。久しぶりです。長らくご無沙汰したんですけど、でもなんとなく SNS でつながってると、そうなんかいつも会ってるような気持ちもするんですが、びっくりしました。この作品素晴らしいですね。あ、素晴らしいです。ありがとうございます。面白い。それで面白いですね。笑えますね。笑えますね。で、津田大介芸術監督はですね、今回の愛知トリエンナーレの中で重要というか気になる、まあ、代表するような作品のうちの一つとして高峰忠さんのこの作品を挙げておられます。はい、ありがとうございます。で、実は作る前からその話をちょっとちらっと伺ってまして、はい、完成するまでとっても大変なんだというふうな話は出てたんですよ。はい。で、それは浮かんだものは作りたいというのが、まあ、高峰さんだと思うし、まあ、不可能と思えるようなものを形作ってきたのも高峰さんかなという気はするんですけど、今回なんか特別な苦労とかそういうことありましたか？なかったです。何もないです。ないです。私は作ってないんです。ああ、そうね。描いただけでか。でもずっと考えてましたけどね。うんうん、ずっと考えてたけど、そのなんか自分の手で作るようなもんではないので、だからなんかどうすれば技術的にできるかっていうことも僕の方には知恵がないので、はい、割と本当に何ていうか、そのこの絵を実現するためにどうすればいいのかっていうのをなんか知恵を出し合う、まあような。まあ、別に仕切ってたわけじゃないですけど、なんかそのオーガナイズっていうか、まあ、最終的な仕上げは僕しかイメージを持てないので、そのイメージを作っていくっていうことをやってます。はい、水泳部っていうのは初耳でしたけど。はいはい。うちね、本当水泳一家で、うちのおじさんとおばさんが日本新記録を昔出してるんですよ。本当に？そうなんです。僕もだから一応、中学校までは水泳部だったんですけど、もう僕の水泳僕部長やってたんですけど、もうなんかすごくふざけた部長で、裸で泳いでお金集めたりとか、なんか、はい、なんか冬のプールに飛び込むとか、なんかそんなことばかりやってたんですけど。でもその時は、その時高峰さんが使っていたプールというのはものすごいピカピカな綺麗なプールじゃないですか。この古色然としたプールを見た時の印象はいい感じだとさっきおっしゃってましたけど。あ、そうですね。なんかね、あ、いや、プールも結構個性あるんですよね。で、このプールは僕はなんかね、いい振り方をしてるなと思って、なんかまあ、もうあと壊されるのを待ってるっていうか、こうなんかまな板の上の濃い状態なんですけど、なんかその状態がなんか美しい様相をしているというような印象を持っています。あと見ようによっては一つの絵画、立体的な絵画に見えますね。はいはい、ですよね。抽象的なですよね。まあ、すごい本当に抽象的ですね。なんかもう絵を撮るにしても多分 2,3 枚以上撮っても無駄っていうか、構図としては多分決まるんですよ。ただ、はい、
これなんかその日の光によってあのすごく表情も変えるし、あの前回来た時はね、セミの声してなくて、で、まあ、実際なんか僕音を流したいなと思ってたんですけど、で、まあ、前回来てちょっと聞いてる時にはなんか鳥があの結構いたんで、あ、野鳥の声とかもいいなと思って、それをどうやったら集められるかなと思ってたりとかしたんです。今回来たらセミがこんなに鳴いてることでまた全然なんかあの印象が違うので、もうなんか鳥の声はいらないって今思ってるし、ね、あとまあ風が吹いてる吹いてないで、前の時は結構あのそういう風が吹くと後ろの木がバーって動いていてとかもあったんで、それがそれと一緒に見るようなまま本当になんか短歌といいますか、そうですね、俳句の世界というか、はい、うん、まあ、今回は本当に自分の目で確かめる、あるいは自分の足で歩いてくるみたいな、自分のこう身体を使ってですね、あの愛知トリエンナーレの作品ココと向き合うのがすごくうまく作用してるなと、まあ、情の時代というテーマを津田さんが選んだ時からそれすごく感じてるんですけど、うん、私は大成功の予感がしております。高見さんはどうですか？いやいや、なんかとてもいいエネルギーを持っています。だからなんかこれもそうなんですよ、なんか自分が考えてというよりもそのなんかエネルギーが作ったような感じがしてるんですよね。で、まあ、なんかそのエネルギーっていうのはなんかあれですよね、その単にお祭り騒ぎしてるようなエネルギーではなくて、これからの世界どうしていくんだっていう、なんかそのなんていうかな、それが多分、コアにあるようなエネルギーだと思うんですよね。あのお熱い中ですけどありがとうございました。高峰さんの作品がね、国内で見られるのすごく嬉しいです。ありがとうございました。でさらにあの高峰さんの方からステートメントではないんですけども、あの今回の表現の不自由点についての、はい、発表があった直後にですね、はい、ご本人の高峰さんの方から SNS に発表された話があったんです。わざわざ高峰さんがあの住んでらっしゃる秋田まで津田さんが足を運びまして、でそこでいろいろお話をして、あの廃校のプールを会場にするという話が出たそうなんですけども、その後たまたま一緒に沖縄に行かれて、で沖縄の問題も津田さんは長いこといろいろやってらっしゃるので詳しいので、車を運転しながらそれを高峰さんにお話ししてくださったというふうにおっしゃっておりまして、実はですね、この高さ実は9メートルなんですけども、トランプ大統領が不法移民とか薬物の密輸対策としてメキシコとの国境の建設をしようとしている壁の高さが9メートルということで、そこに合わせてやっているわけですね。で高峰さんのお話によりますと、まあ、薬物対策はともかくとして移民を排除するこの強権的な圧力、人間の分断のこう すさまじさ、身体的な感覚への恐怖感みたいな、それをこの目の前で感じていただきたいというようなあのメッセージもあるようなんですね。でこの壁の前にやってきた移民の絶望はいかほどのものかと、作品にはあの今の反歌もタイトルにしてますけども、一つにはあのもう一つ荒木瑞穂さんという方の歌が一首あったそうなんです。それに対する反歌みたいなものだというふうにおっしゃっていて、もちろんメキシコの国境の話もあるんでしょうけれども、おそらく米軍の普天間移設に対する埋め立てとかの問題とか、あのもっといろんなもっと身近な長く抱えている悩みや衝突、そういったものも全部ですね、あの含んでる可能性があると思います。ただし高峰さんとっても楽しい方で、普段はなんか愉快な空間ではあるんですよ。で一部では本当にこれを残したいなみたいなね、あの会期後にも残したいっていうお話もあったように聞いております、うん、高峰さん面白い、面白いね、うん、いいですよね。最後のパートとしてご紹介しますのは愛知市駅周辺なんですけれども、この作品は宝通源さんの作品なんですけれども、会場となっている場所がですね、すでにこの喜楽亭というものなんですけれども、こんな入り口で始まるんですが、そもそもこの建物自体がですね、いわゆる特攻で出撃される方々の最後の宴会とかを行った場所ということがまずあって、宝通源さんはその場所にいわゆる、小津安二郎さんの代表的な映画の中のシーンだけれども匿名ですよね、顔をなくしてそのシーンを見せながら、
さらにこう大きな装置、風の装置とかいろいろあってですね、あるいはこうあの波、ただ単なる大きな海とか、いろんなこう暗示的なものを配置しながら、いろいろこう見せていくんですけど、彼がやっぱり感じていたであろう何かあの戦争という単語で言ってしまったなんかいろんな加害者被害者みたいなことがあったりとか、あるいはみんな巻き込まれていく軍人の人たちとやっぱり市民とそういうのもあるでしょうから、いろんなことがあるんですけど、この小津安二郎監督がそもそもアジアに出兵してた方なんですね。だからそういうものも感じられるようにもなっていますし、一つのこう料亭旅館2階も含めて細かく映像があるんです、うん、面白さもあるし、不思議なこう悲しさみたいなものとか、うん、まあ、異例みたいな気持ち、厳かな気持ちとか、いろんなものを感じるようになってて、ここ素晴らしい展示だったと思うんですけど、続きましてこの小田原のどかさんの作品なんですけど、その手前でですね、一つ説明しておかなきゃいけないのがこの作品の写真なんですね。でこれは長崎に原爆が落とされた後に爆心地の印として、これはアメリカ軍がこういうものを建てた、オブジェを作って建てたっていう歴史がありまして、それを小田原さんが、まあ、リサーチして見つけて、これと同じ形のものをネオンサインの作品として作っているという。でこういうなんかその銅像とかオブジェとかっていうのはどうして作られていくのか、どういういきさつで出来上がっていったのかっていうようなことを非常にもう丁寧に詳しく、誰がお金を出したのかとかですね、そういうものを全部リサーチ研究してここの作品にまで至ってるっていう、これね面白かったし、この小田原のどかさん、私は初めて作品見たんですけど、ま、なかなか素晴らしい作品でしたね。すごいシンプルなんだけども、その裏側にものすごいこうもちろんリサーチがあって、うん、はい、象徴的なものであって、はい、でまあ、そういうの、まあ、でも何かなと思いますよね、最初これ見たり。そうですね、そういうきっかけとしてすごくね、よくできてますね。でもう一つ彼女の作品がありまして、自分が彫刻になれるという、うん、作品、まあ、フォトスポットでもあるんですけど、これインスタ映えを当然なんかちょっとね、銅像の台なんだけど、ちょっと銅像の台に対して人間が小さすぎる、うん、でも本当小田原のどかさんっていうこの才能を発見したのもこのアイシトリエンナルの私の一つの収穫だったですね、うん、そして私とても歴史的なものとかアプローチ 大事だと思ってますし好きなんですけど、実はこういうユーモアが大好きっていうのの代表格がこの友俊さんでして、これね発掘現場の写真なんですけど、何が発掘されたか中松さん分かります？豊田市といえばトヨタ、はい、遺跡を発掘してたらトヨタのマークが出てきたってやつなんですよ。マークやね、そうそう、オーパーツみたいな、ね、そう、だから要するにフェイクドキュメンタリーっていうか、はい、フェイクヒストリーなんですけども、うん、でも後ろ側の向こう側の壁には、はい、いろんな町、まあ、豊田市にあります監視カメラを全部こうバーッと置いといて、実際発掘作業をフェイクなんだけどみんなでやって、でそこにインタビュアーの方が来てて、何が見つかったのとかねやってるんですけど、すごい笑えるっていうか、でさらにこれが出てきたよっていう展示がね、いっぱい日産とか発掘されたものがね、成果がここにあるんですけど、映像のその作品で一つずつ発見された時に、何が、僕何がやってきたのとかってやってる司会の人がめちゃめちゃうまいんですよ。子供とかか？いや、インタビューしてる方。で、これが、どもとしたんですかって言ったら、いや、これはプロの方で、お笑い芸人の方ですって言われたんですけど、爆笑です、爆笑で。もう本当、これ面白かったですね。映像が見られる。映像が見られる。あります、ね、笑っている人っていう。はい、長い時間にわたりましていろいろこの話をしてきたんですけども、中本さん、はい、どんな印象、まあ、はい、全体的な印象としては、うん、そうですね、だからまあ、もちろんその報道とか、はい、あるいはそのネットの議論や話題自体があまりにも表現の不自由点その後に、まあ、集中しすぎて全体像があんまり、まあ、みんな見えてないし、僕自身も今日随分いろんなこと分かったんですけど、やっぱり何ですか、例えばその参加アーティストが国際的な著名な作家から、日本の、まあ、ベテラン、そして、愛知の地元の作家も含めた比較的若い世代まで非常に多様じゃないですか。はい、で、その多様な人たちのそのそれぞれの、まあ、もちろんアーティストとしての固有の関心が、意外と響き合ってるっていうかね、まあ、それこそ極めてシリアスな、
あの戦争とか政治につながるものから、もう少し個人的なものだったり、あるいはメディアに関し、まあ、メディアやテクノロジーに対するその関心も含めて、結構雑多なんだけど、雑多なんだけども、それがアートって面白いもので、一つの場所に一つのテーマで揃うとね、なんか相互にやっぱ響き合う。まあ今日はこれでもごく一部だと思うんですけど、まあ、まずその響き合う感じ見てみたいなっていうのは一つ、一番最初に思いましたね。そうじゃないと、まあやっぱりその、展覧会見に行く方が楽じゃないですか。で、まあ本当に、あちこち具を回って行くことの意味っていうのは、もちろん地元の方にとっては、3日4日ね、繰り返し行く面白さが当然あると思うけれども、まああえてその芸術祭に見に行く時の、なんか意味というか、今日の説明でね、随分分かった気がします。で、あと、やっぱり表現の自由とか、それをその政治的なテーマをどう扱うかってことはとても重要な問題なんだけど、で、それを議論しなきゃいけない人もいると思うんですよ。法律家とか行政の人とか、メディアの人は議論すべきだと思うけれども、まあ、今回のそのトリエンナーレをめぐって起きたことを、じゃあアーティストはどう考えるのか。で、考えた結果何をそのアクションするのかっていうのは結構答えというか一つの例がトリエンナーレでも起きてますよね。だからまあすでにご覧になった山口さんや田中さんは当然それが今見られない状況残念だと言うしかないと思うけれども、でもまだその展示を変更したり、まあそのフレームを変えたりっていうね、田中幸喜さん僕も本当に見たかったけど、でもじゃあ彼は今もあれ作品なんですよね。展示の形態を変えて、それも、そうなんですよね。で、作品なんだって言い続けることは、一つのそのアーティストとしての、態度表明だと思うし、まあちょっと難しいから、普通の人にいきなり、その、なんか紙渡されてね、これアートですって言われると、難しいかもしれないけども、そういう部分まで含めた展覧会って、まあ、良くも悪くも、あんまりないですから、っていうか、計画してできることがないんで、まあ、本当に残念なことがたくさん起きてるけれども、まあ、これ、会期が終わるまで、見届けたいし、ぜひ一度、足を運ぶ、必要がある展覧会になったなと思います。それからすいません、やっぱりユーモアの話をね、もうちょっと。はい、ユーモアと政治とか問題意識って、別のことじゃないですよね。むしろね、ユーモアが必要だっていうのはやっぱりそこに、なんていうのかな、要するに別にユーモアってなんかこう難しいことを包み隠したり薄めるためにあるわけじゃないじゃないですか。違います、ね。ユーモアがあるっていう時点でそこにすごく深い。人間らしさです。そうですね。はい、まあ、情の時代。情の時代の中にね、まあ、ユーモアっていうキーワードはなかったけど、なんだ、そう、要するに、なだめる、テイミング、っていうこととユーモアってすごい近いなってちょっと思いましたね。3つの情の意味をどうやってそのアートは手なずけることができるか、手なずけることができるかっていうのはどういうふうに人間の営みに着地させるかってことだから、それがユーモアってことなのかなってちょっと思いながら今日の解説聞いてました。ありがとうございます。田中さんはどうですか？そうですね。私実は愛知トリエンナーレ初めて行ったんです。で、まあだから初めて行ったトリエンナーレが、まあ、今回いろんな形でまあ話題になったので、うん、すごいいろんな意味ですごい感慨深いっていうかっていうところもあるんですけど、でも本当大体中本さんがねおっしゃってた通りで、まあいろいろそういう言われてる反面とかもあるんですけど、まあ、素晴らしいその海外の作家さん、普段日本では見れない作家さんの作品であったりとか、あと私は今回まあ紹介したいくつかの作家さんとか、そういう社会性もあって歴史的な批判とかそういう社会的な批判とかも含めてるけど、それをまあアートっていうものを提示することっていう中で、だからこそユーモアが含まれるっていうところは私はあると思っていて、ですのでまあそういう作品も多いんですよね。だから全てがもう何かそういう批判的なことを言ってるわけではなくて、いろんな方向で皆さん作家さんなりの考えた作品があるから、全然楽しんでもらいたいし、あとはそのまあ地域の人たちがみんな楽しめる、展覧会に私はなっているはずだと思うので、見れない作品も今あるっていうことなんですけど、最初全部見た段階では私はすごい面白かったなっていう。いや、面白いですよね。全体的に。確かにおっしゃる通りで、進めたいと思って帰ってきた。みんなに見てほしいなと思って帰ってきました。それは正直なところだし、ある意味この、もう東京とか関西地区の人が一泊で行けるか、あるいは日帰りは可能かとか、みんなそうやって考えてますが、地元である愛知県民の皆様は、
あのパスポートを取ってもう何回も行けるっていうようなことを考えると、うん、実際本当に大きなメリットは愛知県民の皆さんにあるわけで、そうです ね、だから私はね、それ本当にあのいろんなことが障害としてあったとしても、うん、坂田にとって一番エンジョイできるのは愛知県民の皆さん、うん、名古屋市民の皆さんですよ、うん、と言いたい、ね、本当そうですよね、いや本当そう思います。あのやっぱり地域の芸術祭であるということと、その国際的なその芸術祭であることっていうのは、まあ、ある種の両極で、まあ、矛盾までいかないけども、いろいろなやっぱり整合性を取りにくいところたくさんあると思うんだけど、でも結局あの何度も何度も見ることがあのアートにとって一番大事ですよね。まあ、やっぱり時間かけて見なきゃいけないものだから、それは近いほど人ほど得をするっていうのが、うん、あの当然だと思うし、あのそういう場になるんだったら本当に地域、あの名古屋だけじゃなくて、あの各地での地域の国際芸術祭ととても意味があるものになりますから、今度のトリエンナーレをどうやってその意味のあるものにするかが、来年以降もね、いろんな日本中で、うん、ビエンナーレトリエンナーレありますから、はい、まあ、すごく大事な あの、まあ、ある種試金石になってるんじゃないかなと思いますね。うん、はい、あのまあ、自分に何ができるかを考えなければいけないような愛知トリエンナーレになっていると思いますけども、必ずね2019年の本当にエポックな展覧会になっていると思います。愛知トリエンナーレ2019は10月の14日まで開催しております。ぜひお運びください。今日はどうもありがとうございました。高橋さん、これから飲みに行きましょうちょっとできなかった話をそこでまたそうですね、ありがとうございました。Tokyo Press.